なんとなくでプロテインとかタンパク質取ってませんか？実は筋肉作りのためのタンパク質の補給にはもっと効率のいい取り方があります。筋肉を大きくしたい方はぜひこの動画を最後までご覧ください。皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、いつもよりちょっと気合が入っております。今回お話しするのは筋肉を大きくするためのタンパク質の取り方というところに着目してお話ししていきたいなと思っています。筋肉を大きくするためには3原則があります。まず1つ目、トレーニングによる筋繊維へのダメージを与えること。2つ目が十分なタンパク質補給ですね。3つ目が腸回復を促す休養。この3つの繰り返しで筋肉は大きくなります。どれか1つでも駆け落ちてたりしていると筋肉はまず大きくなりません。例えばタンパク質は十分に取れていないとか、トレーニングはしっかりしているけど休養がしっかり取れていないとか、まずこの3原則を意識して絶対に取り入れてください。筋肉はまあいつも同じ大きさでいつもあるように見えるんですけれども、実は常に合成と分解を繰り返しています。諸説あるんですけれども、筋肉の大体 1% は1日のうちに入れ替わってるっていう風に言われています。これって結構大きい値じゃないかなと思います。筋肉を大きくするためには分解よりも合成を優位にすることがもう原則になります。トレーニングをすると筋肉の分解とか合成が促進されるわけなんですけれども、そのタイミングでタンパク質が十分に補給できていると分解よりも合成の方が優位になります。これが優位に傾くと筋肉が大きくなる、スイッチが入るっていうメカニズムになります。逆にトレーニングはしたけれども栄養が十分に取れていないよっていうことになってしまうと分解の方が優位に傾いてしまうので、せっかくトレーニングしたけれども自ら筋肉を分解してしまうことになりかねないことが考えられます。じゃあこの合成を優位にするためにはどうしたらいいかというと、筋肉の合成速度を上げるっていうことがポイントになってきます。合成速度を上げるためにはトレーニングを運動後のタンパク質の補給が重要になってきます。ただタンパク質を取ればいいっていうわけではなくて、より効果的に取るためのポイントが4つあります。今日はこの4つをぜひ押さえていただきたいなと思ってるんですけども、筋肉を大きくするためのタンパク質の補給ポイント、1つ目はタンパク質を取るタイミングです。もちろん1日を通してのタンパク質摂取量っていうのも重要になってくるんですけれども、より筋肉の合成速度を上げるためにはトレーニング後1時間から2時間ぐらいが筋肉の合成速度のピークっていう風に言われています。なのでこのタイミングでしっかりタンパク質を補給してあげることが重要になってきます。かつトレーニングした後のだいたい24時間から48時間、この間の時間はタンパク質の摂取量を極端に減らしたりすることはしないでください。この間も筋肉を作ろうって体の中で働いている時間になりますので、トレーニング後 1,2 時間のプロテイン補給は重要なんですけれども、そこだけ取ればいいんじゃなくて、その後の1日2日は筋肉が回復に向かっているタイミングなので、しっかりタンパク質の補給を意識してください。筋肉を大きくするためのタンパク質の取り方2つ目、質を考えるっていうことになります。タンパク質っていうのは20種類のアミノ酸がこうくっついて合成されている大きい組織になるんですけれども、特に BCAA を多く含むタンパク質源を取るようにしてください。 BCAA っていうのはタンパク質を合成する20種類のうちの必須アミノ酸と呼ばれる9種類の中の3つ、分岐鎖アミノ酸と呼ばれる部分になります。乳製品とかお魚とかお肉とか、そういった食材はアミノ酸スコアが100で、 BCAA をはじめとした必須アミノ酸がしっかりと含まれている食品なので、日頃の食事に意識的に取り入れてみていただきたいなと思います。なんで BCAA を含むものを取った方がいいのかって言いますと、 BCAA はバリン、ロイシン、イソロイシンっていうこの3つのアミノ酸なんですけれども、特にロイシンと呼ばれるアミノ酸が筋合成の促進をしてくれるというふうに言われています。なので BCAA をしっかり取ることで筋肉の合成速度を上げるっていうことにもつながるので、 BCAA ぜひ意識して取ってみていただきたいなと思います。筋肉を大きくするためのポイント3つ目、タンパク質の内容を見直しましょうということになります。筋肉の合成速度を上げるためにはよりスピーディーに筋肉に栄養を届けたいということになります。なので同じタンパク質を摂るのでも、より消化のいいタンパク質源を摂ることでよりスピーディーに筋肉に栄養を届けることができます。消化のいいものっていうと固体よりは液体のものの方がいいですし、より脂質の少ないものを選んでいただく方がおすすめです。
で考えた時に当てはまるのがプロテインなのかなと私自身は思っています。最後4つ目のポイントはタンパク質の量をしっかり意識しましょうっていうところです。タンパク質を摂る目安としてはご自身の体重 1kg あたりだいたい 2g ぐらいを目安に摂るようにしてください。体重 60kg の方だったら1日 120g ぐらいのタンパク質を摂るようにしてください。1回のプロテインで 120g 摂ったらそれで OK なのかっていうとそういうことではありません。摂ったタンパク質が全て筋肉になるかって言ったらそういうわけではないので、一度にたくさん摂るよりも 20g 小分けに1日何回かに分けて摂っていただくってことを意識してみていただけたらなと思います。では本日は筋肉を大きくするためのタンパク質の摂り方についてお話しさせていただきました。冒頭でお話しした3原則とタンパク質を摂る時の4つのポイント、これを押さえていただければしっかりこうトレーニングの効果も生かすことができますし、まず筋肉作りにおいてマイナスなことは1つもありません。なのでこの動画を見たその日から取り入れていただきたいなと思います。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。